やっぱりこれをやらなかったら、まあ、今の今日のマクドナルドはないでしょうね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイズチャンネル史上最大の大物、原田さんがやってきたということで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。原田さんが独自でチャンネルを始められて、はい、ちょっと4回目ぐらいの時にちょうど僕が発見しまして、はい、ちょっとこちらで取り上げたんですけど、取り上げていただいて給料増えたんで、何があったんだろうと思いましたけどね。ありがとうございます。こちらこそ本当ありがとうございます。いや、もう原田さんについては僕はこのチャンネルでも何回かお話ししてますけど、僕は原田さん結構褒めてるんで、そうすると、 ありがとうございます。いや、それ違うだろうみたいなコメントも入ってるんです。はいはいはい、でもその辺も語っていただきたいところ で、 そうです、ね、やっぱり結構ヒールっていうこのね、印象がある方で、でもやっぱ日本のフランチャイズの中では絶対欠かせない方でね、これ、まあ、チャンネル始めていただいて本当に良かったと思ってるんですよ。はい、あれが残りますからね、ずっと。竹村さんのマクドナルドについてのお話もちょっと間違ってるかな、っていうところもあるかもしれないんで、それはもう間違ってるところはそこが間違ってると言っていただいて、はい、今日お話したいと思います。マクドナルド時代ね、それを中心にいろいろ聞いていただければと思いますので、はいはいはい、まず原田さんがマクドナルドの社長になった時に、その複数の FC と直営が混在してたと。就任当時のフランチャイズのビジネスの状況をちょっとまず最初にお話ししましょうか。はいはい、ぜひざっくり要選定といった方が、はいはい、まあ、話が簡単なんですけど、その中の約3割がフランチャイズ店です。はい、7割が直営店、はい、その3割ですから千数百ですね。うん、で1000店舗を460社のフランチャイズオーナーがやってるわけです。はい、ということは1店舗2店舗しか持ってないと、うん、こういう状況。それから、まあ、マクドナルドは日本全国をですね、900のミニマーケットっていうふうに、うん、定義して、そこの証券分析をしながら店舗数を広げていくんですけど、すべての900の証券の中にフランチャイズ A 社も B 社も直営も全部混在してる。なぜそうなったかと言いますと、もう 99% のオーナーはマクドナルドの卒業生 OB OG なんですよ。はい、でそういったことで、まあ、戦略なきのれん分けみたいな結果としてそうなってたんですね。うん、同時に4000店舗の中の約3分の1ぐらいですか、サテライト店って言いまして、年商がまあ800万ぐらいの店もたくさんあったんですね。はい、考えてみたら800万の売り上げでも、大阪の梅田みたいに6億円の売り上げでも店長の人件費と同じですよ。はい、でやっぱり事業効率が非常に多様化してる。うん、こういう状況の中で、いろんな課題があったんですね。一つの証券から上がってくる売上が、うん、例えば1000万としますね。はい、1000万を1社の会社でやる時の管理費コスト、うん、それを3社でやった時の一般管理費というのは3倍になるわけです。はい、すなわち、事業効率が非常に悪い。うん、そして直営と AB のフランチャイズが混在していると、マイストアマーケティングといいまして、自分のお店独自のプロモーション、うん、そのエリアのプロモーションっていうのがやりにくくなるんですね。はい、自分が投資したものが自分の店に返ってくるわけじゃないですからよくわかりますね。よくわかります。はい、そういうこともできないと。うん、でもっと大事なことは、 1,2 店舗のキャッシュフローでは理想的に5年7年サイクルのリモデルの投資金額も出てこないですよ。そうするともう古い店ばっかりになってるわけですね。うんうん、キャッシュフローが次の投資サイクルに見合うほど出てこないと、うん、いうことで、質がどん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 落ちている。しかもマクドナルドのホールディングっていうのは上場企業ですから、うん、株主価値をどう上げるかっていう経営責任があるわけですね。はい、企業価値の一つの指標が ROA です。はい、今は ISS は ROA が 5% を切ると、はい、いう経営状況が3年続くと取締役反対票を推薦すると、こうなってるわけです。うん、それぐらい上場企業というのは株主価値責任って大変大きいものですが、うん、私の就任当時は赤字ですから、何年ぐらいずっと赤字だったんですかね。ずっと減ってきたみたいな。多分1、2年だったと思います。ずっと7年はこう減ってきたってことですかね。7年間ずっとダウントレンドで、上場したのが2001年、その後に赤字転落という時に私が就任したんですね。はい、2004年。2004年、なるほど。その時が ROA がマイナス 5% ですね。うん、ということで、まあ、話を飛びますが、これを ROA20% まで私の時代に上げたんです。はい、ということでやっぱり課題は投資のキャッシュフローが回らない、株主価値が上がっていかない、事業効率が良くないと。これを変えていくっていうのは大変な改革でした。そうですよね。だからちょうど7年
ダウントレンドで、そこから8年やられるんですかね、はい、私が改革をやり始めたのは2004年に就任して、最高益まで行ったのが2011年です ね。そうすると、まさにこれこそね V 字回復じゃないですか、こう7年落ちてきたものが、まあ、V 字回復は私が就任して3ヶ月後に V 字になりましたよなるほど。でそれはもう基本値の基本の QSC だけやれとか、あそう、それはもうよく読みました。で基本に戻っただけで戻りました、うん、で3年連続業績を向上させて、そこからフランチャイズの改革を始めたんです。そこら辺がやっぱり最初そこまで悪いところをまず QSC からやるっていうところがね、うん、はいはい、結構そうならないんですよこれ。当然のようにおっしゃってますけどねそうですね、通常そうならないんですよね。 QSC しかやるなと、うん、それから100円マック、その後にエビフィレオ、その後に100円コーヒー、うん、24時間、うん、みんな反対することしかやってないですね、まあ、有名な話として不採算点をまず閉じるなっていうことをおっしゃる、これは本当なんですか。あ、それは本当です。これはやっぱりなぜなんですか。スーパーマーケットには近隣の 2,3 店舗しか行きませんよ、多くて、うん、マクドナルドは家の近くも勤務地の近くも旅行先も行くわけですね、はい、で顧客接点を減らすということは日本全国の客数を減らすわけです。客数が大事だということでね。だから渋谷っていうのは今でも赤字だと思いますよだけどあそこはもうタッチポイントが 最大ですから、うん、渋谷で経験されたお客さんは他のところも行ってくれるわけですね、うん、なるほど。でやっぱりそういう戦略的な顧客を増やすということを忘れてですね、1店舗の利益だけで閉店閉店やっていきますと、うん、分母が沈んでいくわけですね、うん、普通だったらね不採算点を閉じるって言って、はい、どんどん閉じていけっていうような、そんなことをやったと勘違いされてる方もいらっしゃるぐらいですからね。いやいやいや、それは私の前任が不採算点をどんどん閉じていたんですよ、うん、で私はそれを止めて店舗数は変えるなと、うん、いうことで既存店の前年対比を上げながらまっすぐ店舗数は変えずに店舗当たりの売上を上げていったんですね。そこでキャッシュフローが数百億貯まったんで、その後は433店舗一気に切ったんです、ね、最初閉めないでキャッシュが貯まってから閉じるという。そうです。ちょうどその業績が悪い時に閉じるのはなんか、まあ、病床に入ってる時に、うん、みたいなね、と例えを言われてて、なるほどなと思いました。不採算点を閉めるっていうのはこれはサバイバルであって成長じゃないんですね、うん、まず既存店を上げる、もう今の既存のメニューの売り上げが上がる、既存の店舗が上がる、これなくして新規事業って何もないわけですね、うん、はい、そこを徹底してやったということで抵抗勢力ばっかりでやったんですよ。でしょ。だからあの批判ネットの、そうなんですよね。だからもう、まあ、最初就任された時にバスに乗るか乗らないかみたいな、そうです、あれは本当ですね。本当です、うん、2年間やりました。それはどういうお気持ちでああいうふうに言われた、ついてこないのついてこなくていいってことなんですか。まあそういう上から目線じゃなくてですね、うん、やっぱり就任した時の社員の感情っていうのはやっぱり3つあったんですよ、はい、うちの会社はどうなるの、うん、私の仕事はどうなるの、自分の給料はどうなるの。なるほど。もう3つの不安感だけですよ。大企業ですからね、はい、ということで横浜パシフィコの最初のキックオフミーティングは、うん、私あの本物の象を連れて行ったんですよ。本物の象？本物の象。それ知らないです。ステージにセブンイレブンの店とマクドナルドの店作ったんです。で象が鼻でセブンイレブンを叩き潰してビッグマック食べるってやつをやりまして、それで全社員が集まってるところで、そうですよ、もう4000人ですよ。フランチャイズオーナーもいるところで、それで赤いバスが、うん、それは有名ですね。で出るよと。なるほど。自分で乗るか乗らないか決めてくれと。なるほど。これなぜやったかって言いますと、ともかく今までと違ったことをやるぞと。パワーポイントでね、やっぱりグラフだなんとかって説明してもダメなんですよ、うんうんうん、ともかくやるぞ、もうその空気感だけです。多分みんな度肝抜かれたんじゃないですか。それそうですよね。もうその時にはもう V 字回復してましたからね、うんうん、で2年目もまたバスを出して、みんなチケット買ってバス乗ったつもりだけど乗り心地悪かっただろうとそうね、もうあっち行ったらこっち行ったりするからってことですか。もう一回買い直せと。マクドナルド日本は違う違うってみんな言ってるけど、これはアメリカ国籍のグローバルブランドだと。それがどうしても嫌だったら花丸うどんに行けって言ったんですよそしたら3人ぐらい行きましたよ3人。それ奥さんが私のところ来て、旦那が後悔してますって言ってましたから。ああ花丸に行った後ね。実際このバスに乗るかって言って、あの乗車率はどんなもんでした。何、いやもうほとんど乗ってますよ。まあそうですよ ね。で何人が本当に花丸と言っていただいて後悔したってことですね。でも本当は乗ったふりしてますよね。ああなるほど。心から乗ってるか、ちょっと不安を抱えながら乗ってるかっていう人たちはもちろんいたけど、そうですね。いずれにしてもね、その変革やるときは全部のミニマーケットに混在してるでしょ。はい。ちょっともう都市計
画やるようなもんですよ。全部この地域は FC の A 社だけ、はい、この地域は B 社に任せる、この地域は直営だけってやっぱりマッピングって言いまして、はい、それ全部移動させながら、そして 1FC で10店舗まで持ってきましたから、はい、1、2店しかやってないところを10社まで持ってきたってことですよね。そうするとキャッシュフローが 8.5 倍になりましたね。 FC オーナー層減らしたってことですよね。したがって460社のうち260社、うん、撤退をお願いしてやったんですよ。そうですよね、うん、まあ、この時はね、はい、もちろん質の悪いフランチャイズオーナーもいらっしゃいましたけど、はい、やっぱりこれをやらなかったら、まあ、今の今日のマクドナルドはないでしょうね。でこれはね、私の決断というよりも私しかやれないミッションだったと思いますよ、うんうん、武田塾もですね、フランチャイズで展開してまして、うん、まあ、今確かに一つの地域を同じオーナーさんがやったら効率的だなと思うんですけど、はい、やっぱりこうバラバラになっちゃってるんで、それをこう整理できたらいいなと思いますけど、どうやってなさったんだろうなと。いや、これはね、めちゃくちゃ大変ですよね。7割直営ではあるでしょ、はい、まずこれをここは A 社、ここは B 社に移動するわけですね、はい、とお店を売るだけじゃなくて社員まで移動させなきゃいけない、うん、なるほど。そういう意味で私がやっぱりやったのはワンブランドワンファミリーってキャンペーンですね。直営店もフランチャイズ店もお客さんから見たら全く分かんない、うん、もう同じブランド、うん、はい、そうですね。特にマクドナルドはそうですよね、はいはい、それでマクドナルドはやっぱり16万人のクルーが働くピープルビジネスですから、はい、直営の社員もフランチャイズの社員も同じように扱う、うん、教育だとかキャリアだとか、したがってお互いにジョブポスティングもやりますし、うん、社会保険も一つにしたんですね。はあ、細かいことですけどかなりのメッセージですよね。それはだから全マクドナルドファミリーがマクドナルドのブランドにロイヤリティを持つと、はあ、このためにもジョブポスティングもやりますし、ジョブポスティングってあの社内公募制ですね、はい、それとか社会保険、教育、イベント、もう全部同じように扱うわけですということもやりましたね。ただ面白いことにね、はいはい、皆さんよくおっしゃるんですけど、はい、フランチャイズ化すると質が落ちるんじゃないかと、うん、そうです。それはずっと言われて、うん、これは、ね、逆なんです。そうですよね。だからもうここはもう僕は原田さんからいろいろ勉強させていただきましたし。